今日は精一杯生きれば悔いのない人生になるのかということについて話をしていきます。誰でも一度きりの人生なので後悔のないように生きようと思います。そのために今を精一杯生きれば悔いはないとか死ぬまでにやることリストというものを作って 一つずつ後悔しそうな要因をなくしていくという人もあります。リストに挙げられる項目は、例えば、資産1億円を築くとか、海外旅行に行くとか、パートナーと仲良く暮らすというようなことです。ですが、何をやっても、何を手に入れても、 どんなに精一杯生きても、ある一つの問題を解決しなければ、必ず後悔すると、ブッダは教えられています。それはなぜでしょうか人は必ず死にます。死はどんな人も避けることのできない100、100%確実な未来です。 ですが、私たちは普段、自分が死ぬことを忘れて生きていますので、日々の生活で問題になることといえば、どうしたらお金が儲かるかとか、どうしたら人から褒められるか、馬鹿にされないかとか、どうしたら愛情に包まれるかということです。ですが、 不治の病にかかって余命を宣告されるなど自分が死に直面したらどうでしょうかお金も名誉も愛する家族も死んでいくときにはお別れですから今まで問題だったどうしたらお金が儲かるかとか人から褒められるかということはどうでもよくなり もはや関係なくなります。お金や財産、地位や名誉、祭祀や才能といったものは、死んだら何にもなりませんから、線香花火のような儚い幸せだったことが知らされます。最後は失うものを、一生かけて集めてきた自分の人生は、 一体何だったんだろうと疑問が起きて無駄なものを求めてきたという後悔の人生になってしまいますそして目前に迫る「死んだらどうなるか」だけが大問題となりますこの「死んだらどうなるか」の大問題を解決する方法を教えられたのが仏教です 仏教を聞けば、私たちにとって一番大事な死んだらどうなるかがあっという間もない一瞬で水際だってはっきりします。その時死の大問題が解決して人間に生まれてよかったという生命の歓喜が起きて死が来ても崩れない幸せになるのです。 その身になれば、すべての苦労が報われて、過去に後悔するということはありません。このように、仏教の教えによって、死ななくなることはできませんが、死の大問題を乗り越えることができるのです。では、どうすれば死の大問題を解決できるのかについて、 詳しくはビデオの下の URL からご覧ください。